嫌悪感だけではとどまらないほどのまずい事実。私たち日本国民の命に関わりうる重要な問題が注目すらされていないということをお伝えするからです。それは米中ロの大国を中心に密かに繰り広げられている戦争、食料争奪戦についてです。農林水産大臣をかつて務めていた石破茂氏が総理に就任したことで、大手マスコミの間では農業政策の改善が期待されてはいるのですが、実はその裏にはアメリカの陰謀がひっそりと隠れており、国民が知らないところでとんでもないことが行われているのです。これは東京大学特任教授鈴木信弘氏が長年警鐘を鳴らしてきた日本の闇を暴露する動画となっています。では先ほどお伝えした石破総理の政策とアメリカの陰謀には一体どのような関係があるのでしょうか。実はこれ、アメリカによって日本人が知ることを制限されてきたある事実が関係しており、2度の世界大戦の舞台裏を読み解けば明らかになってくるのです。戦争は銃で始まるが、決着をつけるのは常に食料である。フーバー元大統領はこのように言い残しています。この発言が象徴するように、かつて行われた2度の世界大戦というのは食料争奪戦という側面も大きく、この食料こそが戦況をまるっきり変えていたという衝撃的な事実が近年明らかになってきました。実際に第一次世界大戦において最も激しい戦いの一つである独英戦では、イギリスは海上封鎖、そしてドイツは小麦輸送船の潜水爆撃という手段で敵国の食料を徹底的に減らすことを狙っており、結果的にドイツが敗戦したのは食料不足によって76万人以上が餓死したことが大きく影響したと言われていますし、続く第二次世界大戦では逆に飢えによって敗戦に追い込まれたドイツが敵対するソ連を倒すために飢餓作戦を立て食料収奪を実行、最終的に国民80万人を餓死させたりと、ここで挙げているのはほんの一部でしかないですが、兵器よりも簡単に人の命を奪い国力を低下させる武器として食料が使われていたのです。実は日本も例外ではなく、イギリスに敗北を喫したインパール作戦でも勝敗を決定づけた要因の一つが食料不足と言われているのです。このように食料があまりに強力な兵器になることから、現代では国際法の中で戦争の武器として民間人の飢餓を利用することを禁止としているほどです。しかし今日、次々と衝撃的なことが明らかになってきました。実はすでに世界各国がこぞって食料を利用した戦争を繰り広げているというのです。国際法で禁止されているはずの食料を武器にして、実際にイスラエル・ハマス戦争ではイスラエル軍が戦争を優位に進めるため、ガザに輸送される食料物資を運ぶトラックを次々に爆撃し市民を飢え死にさせていたり、他にもプーチン大統領は石油や天然ガスといったエネルギーを超える外交の武器として食料を捉え、アメリカをはじめとする西側諸国に対抗するためのカードとして利用し始めていますし、それだけではなく武器を調達するために食料と取引をしていることも明らかになってきています。さらに中国共産党は来るべき戦争で優位に立つため食料を世界中から買い占め備蓄しているというのです。このように世界の大国は食料を戦略的資源に位置づけ、時に駆け引きの道具としても利用し始めているのです。食料こそが現代における最も重要な資源といっても過言ではないでしょう。しかし残念ながら、これらの重要な真実は国民の情報源となっている日本の大手マスコミが取り上げることはほとんどなく、多くの日本人は全くと言っていいほど食料に対する関心がない状態です。さらにひどいのは、日本の政治家の大半もこの状況に危機感を持っていないということです。先月行われた自民党総裁選でも、今月末に控えている衆院選でも、こうした議論がほとんどされていないことからもわかるでしょう。そんな状況に対して、東京大学の鈴木信弘特任教授はこのように警鐘を鳴らしています。今世界では食をめぐる熾烈な争いが始まっています。しかし多くの方々はこの真実を知らされていません。実はその裏にはアメリカが日本に対して行ってきた食料支配戦略が関係しており、日本人が食に対して関心を持たないように数々の工作を仕掛けてきました。紛れもなく現代における最も重要な資源の一つは食であり、国民の命を守るために鍵を握るものこそが食料なのです。ですが政治家でさえも日本が直面している問題に対して危機感を抱いていないのが現状です。そこでまずは一人でも多くの方に食料について関心を持っていただき、今世界で何が起こっているのかを知ることが重要です。とそこで今回、東京大学の鈴木信弘特任教授と共同で世界の食料をめぐる攻防や食に関する最新情報をお伝えするニュース番組を開始しました。
それが世界の争点です。この番組では月に2回、鈴木伸弘教授にご出演いただき、国内外の食に関する最新情報をお届けしています。この番組であなたにお伝えするのは、テレビはもちろんのこと YouTube でも知ることができないような内容もあります。実際にすでに取り上げているのは、日本政府が密かに成立させた農政の憲法と呼ばれる食料、農業、農村基本法の裏側についてです。日本政府は世界の食料事情と国内の状況を鑑みて法改正を進めたと公表していますが、実は鈴木伸弘教授曰く、この法律は穴だらけで、かえって日本の食料事情を悪化させてしまうようなのです。こうした日本人の多くに知られてこなかった、だけど私たち国民にとって大切な事実に切り込んでいきます。他にも反響があった抗議を挙げると、令和の米騒動の裏側、日本政府の失策、米国の食料支配戦略、フードテックとビル・ゲイツの思惑、危険な食料は日本向け、中国爆買いの真実、日本に食料危機が迫るなどがあります。今後も大手のマスコミでは語られない食料に関する基礎的な知識から、国内外の最新情報までたっぷりとお話ししてもらいます。そんな鈴木伸弘教授が出演する世界の争点ですが、一人でも多くの方に手に取っていただき、鈴木教授の貴重なお話を聞いていただきたいという思いで、今回10月19日土曜日までの4日間限定の特別なご案内を用意しました。通常この世界の争点を聞くためには月額880円がかかりますが、今回はワンコインの500円で鈴木教授のすべてのコンテンツをお聞きいただけるようにしました。ですが、この特別なご案内は期間限定ですので、お忘れのないように今すぐ動画下のボタンからお申し込みを完了してください。最後に漢字に書いてある格言をご紹介します。国は民をもって元となし、民は食をもって天となす、民衆は食料を天、それがなくなったら生存できなくなってしまうほど重要なものだと理解しているし、為政者は常にそのことに気を配っていなければいけないということを戒めたものです。しかし残念ながら、今の日本はこれと真逆の方向へと突き進んでしまっています。なので、ここまで動画をご視聴いただけた勉強熱心なあなたには、今の日本が置かれている状況を知っていただきたいと思っています。今ならお得に知ることができるので、お見逃しのないようにご注意ください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。